宇宙世紀0079 12月31日、ジオン公国と地球連邦政府によるジオン公国の若き盛ん水天の、それは特務部隊、そして彼は膨大に膨れ上がる戦闘の光は戦局を予期せぬ方向へと傾けていく。ギレンザビ総帥の死、司令部を失ったジオン軍はこれを機に指揮系統が乱れ、敗色は多くの時を待つ。戦闘の光が減った、何があった。爆発の光が減っているぞ。 あのミノフスキー粒子が濃くて通信がつながらないんです。これだ。終局を迎えつつあるアバオワ空、命が消える輝きもまばらとなった戦場からは月と地球が共に連なり太陽へ寄り添う姿が見えていた。そしてその月面にはマスドライバー施設の射出バレルが太陽光に反射して輝いている。水天の涙作戦は実行されたのだろうか。地球が憎くて落とすわけじゃない。分かってくれ。やがてアバオワ空は陥落し、一年戦争と呼ばれる大戦は月面都市グラナダでの終戦協定調印を経て地球連邦政府の勝利により終結。エリク・ブランケ少佐は唯一任されていた水天の涙作戦の遂行にも参加できず、そして彼が開戦前、時は偽りの先の大戦中に地球、これにこの局面、その隊長として トムスイープ隊とインビジブルナイツ、今なおくすぶる火種。Thank you.
残りかすがさっさとくたばれてんだ。貴様などに我々の邪魔はさせん。やってくれたな。退役できなきゃ軍縮なんぞクソくらいだ。逃がすかよ。彼らも撃ってくる。ならば撃たなければ。
Thank you.
何が来ようとも負けるわけにはいきません。私の前に立つとは、勇敢さがあだとなったな。させてもらうとしようか。貴様など。
全部叩いて、俺はさっさと退役してやる。くたば。敵が何であれ強気に攻める。そこだ。